はい、小林さん、はい、今日は新しい情報があっていうのをちらっと聞いたんですけど、はい、マキタの充電式ハンディーソー、すごい生産性高いと思うんですよ、これ。ヘビロテ確定だなと。以前、小屋ぶっ壊す系の動画とか、あとは薪を作る動画で、ミニチェーンソーああ、あのミニチェーンソーです出ね。てきたじゃないですか。あれあったんで、まあ、いっかって思って油断してたんですよ。油断してたら、売り切れになっちゃって、あ、しまったって思って、いろいろこうスペックをこうやってサイトの方で見てたら、これは、ヘビロテ確定だなと。まだ手元にないんですけれども、今までチェーンソーをいろいろな使ってみた中で、これはすごくいいんじゃないかっていうポイントがたくさんあったんですね。まあ、いくつかもうすでに先行で提供されてる方々の動画とかでは紹介されてるんですけど、僕もやっぱ個人的にいろんなとこで使ってて、やっぱチェーンソーどんなとこで使いやすいか使いにくいかってなんとなく理解してるんですね。で、でっかいチェーンソーも持ってるんですよ。あれは大きいこう生木だったりとか立ち木をこう切る時にはすごく使うんですけれども、正直薪作ったりする時とかには取り回し悪いのでミニで大体完結してたんですよ。で、小屋壊したりとか解体したりとか、高いところで切ろうとする時にも、以前なんかちょっとまた動画作ったんですけども、その時も置き場所に困るんですね。こうやってやったりする時も。まあ、かけてもかけるんですけど重いですよね。確かに。で、今回のハンディソーはすごくそういった点で、なんか割と作業するときにはちょうどいい。サイズ感的にもってサイ話ズです感か？的にちょうどいいし、まあ大体これぐらいの幅ですね。だからミニチェーンソーよりもちょっと短いぐらいなんですけど、多分同じ 18V と同じパワーだったらそれでも十分切れるんですよ。結構太いやつとか角材とかでも切れちゃうので、多分パワー的に全然問題ないと思います。で、今回はその立つんです。置けるみたいな感今じはでなんすか？かこうやって置いたりする、なんかコメントでも「お前置き方危ねえよ」みたいなことを言われちゃったこともあって、あ、すいませんって話なんですけれども、やっぱり屋根にこう登りながらこうなんかたるき切ったりとかしてる時でも、ちょっと置き場困ったりとか落としそうとか。で、あとは何か作業してる時にこう直で置くと地面にこう結構刃が触れちゃうんですよね。で、それチェーンが汚れちゃって、面手が刃が汚れちゃって、ちょっと面手大変になったりするみたいなところがこう立つんですよ、インパクトドライバーみたいに。それがやっぱすごくポイント高い。すぐ欲しいですよね。そうですね、本当、あ、買ったよかったみたいな。ミニチェーンソーもミニチェーンソーで多分使うと思うんですよ。他のうちのスタッフとか家族とかも使って、すごい使ってるんで、あ、あれ貸してって言ったらもう使ってる時なんですよね。で、これ1個もう1個持ってたら、まあ僕以外でも使いやすいですし、割と大きいチェーンソーよりも取り回しが簡単な分、割となんかそのちょい作業にすぐ向いてるし、まあ置くとこにも困らないし、なんか何気にこうテーブルとか作業終わった後に持って帰った時にポンって置くわけですよ。でも雑に置いたらチェーンソーの刃がガーって当たって、床とか 傷つけてはいかんとこ傷つける輩がいるんですよ。そ僕れはちゃはん危なとい。大丈夫なところに置くんですけども、なんか割と雑に使う民が雑に扱っちゃうと刃を下にしちゃったりして汚したりとか大変なんですよ。なんか僕もちらっとだけ画像を見たんですけど、なんかカバーがついてるんでしたっけ？カバーついてます。でもみんなね、あれつけなくなってくるんですよ、どんどん。そうなんですだか？から僕が毎回エアダスターでバーってこうゴミを張って、汚れ拭いて、オイルをつけてメンテしてから片付けるっていう。だから生木とか汚れついた状態だったら錆びたり故障の原因になっちゃうので、ちゃんと手入れしないといけないんですけど。そういう意味ではオイルの自動給油とかもしてくれるんですよ、今回のやつ。そうなんですか？今までのやつはこうオイルをこうやって足してっていうのを自分で入れたりしないといけなかったんですけれども、今回は自動でオイルがこう給油されるようになってですね、チェーンってやっぱりこう回った時にカピカピになってくると引っかかる原因になるので、基本的に潤滑油を周りに塗る油を差し込むところがあるんですけど、それを自動給油してくれる。
なるほど、それすごい便利ですね。あ、それも便利、うん、で最後にその刃をたまに変えないといけないですね、はい、緩んでくるので、はい、それをキュッと締めるっていう機能も今回自動でついてるんですよ。うーん、なるほど。あのキュッキュッてこうあのダイヤルをこう引っ張るだけで、はい、ちょっとたわんだりとか、はい、ゆるゆるになったチェーンをこう引き締め直してくれるっていう風なやつもやってくれる、はい、なるほど。ことが、まあ、今回のやつはそこら辺のかゆいところに手が届くから、はい、メンテも含めて片付ける時も簡単な分、はい、やっぱ簡単になればなるほどやっぱそのメンテに手が届くようになるので、あの僕以外の家族とかが、はい、あのスタッフだったりとか使う時にだからめちゃくちゃこれはヘビロテするな、うん、なるほど。これはあの早く来てほしい。なるほど、なるほど。本当に早く来てほしいです。なんならあの大きめの作業しない人全部これでいいと思います。あ、他のチェンジいらないと。うん、もうじゃあもう最初の1本みたいな感じ、ね、そうですね。もうだから僕の動画とかだったら結構その剪定する木とかガンガン切ってますけれども、はい、ちょっとあんまり木に良くないんですね。痛いので。だから雑に使うんだったらチェーンソーだけでいいんですけども、はい、なんか何でもかんでもチェーンソーでやっちゃうと、うん、その後になんかケアしないと木枯れたり弱っちゃう原因になっちゃうので、うん、生木切るときはちょっといろいろ検討しないといけない。なるほど、なるほど。いいけどもこの小さい方が取り回しも安いし、はい、怪我防止にもなるんじゃないかと。なるほど。じゃあもう初めてのなんかチェーンソーユーザーにはおすすめの一本みたいな。あ、そうですね。ガードがついていて、うん、こうやってやるんじゃなくて、はい、上側が全部カバーついてるんですよ。あ、これもいいとこですね、うん、手添えたりしても、ね、うん、上に刃が回るとこないから手袋とか巻き込まれたりすることも、はい、まあ、ないと思いますし、うん、添えることによってより安全っていう。なるほど。使い方がもう安定してくるし、そうですね、良さそうですね、うん、まあ、持ち運びが良くて、まあ、木材の切断にはこれ1本でできちゃうんじゃないかな。なるほど。これの 40V とか出たらどうなっちゃうんだろうなっていうところあるんですけども、正直それ以上の出力求めて速さ求めてもちょっとか危ない、逆に危ないかなと思いますね。なるほど。これでも逆にちょっと予想しておきたいですよね。これ 40V も出るのかどうかっていう、うん、あー 40V 出るかな。出るとしたらちょっとオーバースペックなんじゃないですかね、はい、あ、なるほど。正直今でも十分速いですもん。あ、なるほど。だからこれぐらいの太さのやつとかでも、はい、別に3秒ぐらい、はい、わーっていけちゃうんで。なるほど、うん、僕は 18V で十分なんじゃないですかね。バッテリー重くなっちゃうんで、うん、まあ、そっか。そしたらあのハンディーソーっていうこの手軽さの中で、はい、腕力がかかるわけじゃないですか、はい、高いところでこうやってやったりするときに、うん、40V 分のバッテリーこうやって支えるの僕でも結構しんどいと思います。なるほど、まあ、軽いってやっぱ正義ですよね。あ、そうですね。だから 18V、うん、バッテリーが進化してもっと軽量化する上で 40V なんだったらありかもしれないですけどね、はい、なるほど、なるほど、うん、なるほど。だってマキタの充電式の 18V のミニチェーンソーで最初不安でしたもん、はい、あ、なるほど。あのすごく静かだし、はい、軽いし、あのガソリン式のブーンってやるやつ、はい、あれめっちゃパワーあるんで、はい、まあ切ってる感あると思うんですけど、はい、だからあ、これって大丈夫かなみたいな、うん、だからそれをしでミニチェーンソーを一回試してあのパワーと取り回しの良さ知らないと、うん、これ一番最初に買うのは、うん、あれなんかしょぼくないちっちゃくないみたいな感じの思うかもしれない、うん、なるほど。なんか男のロマン的にこうの振り回したくなるあのジェイソンみたいな、ね、確かに確かに、そうっすね。でもこの 18V のパワーで、はい、こんだけの刃でも十分これぐらいの太さの木、うん、切れます。早く、なるほど、静かですし、うん、すぐ止まるし、あ、例えばカラーリングとか、あ、そう、うん、あの今マキタブルーって象徴的なあのブルーと、うんうんうん、バリエーションたまに別の出てきたりするんですけど、はい、カーキとか、はいはい、なるほど、なるほど。僕はもうこれでもうマキタ沼の中毒者なので僕はこのカラーでいいんですけれども、はいはい、確かにカーキのカラーだったら多分どっちかってそっちで欲しいかもしれないです。なるほどね。カラーがやっぱ揃ってくるとモチベーション上がってくるんですよ、うん、確かに。まあでも正直ありますよね、うんうん、あの前あの掃除機でもあったようなあのオリーブカラーすごく、はい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 、マキタさんのカラーリングで出てくるんですけれども、はい、同じ性能でもなぜかオリーブがすぐ売り切れちゃいますね。あ、なるほど。やっぱ例えばこうやってこの空間の中に見つけやすいっていう意味ではマキタブルーのあのカラーいいと思いますよ、はい、
でチェンソーも僕、うん、あの森の中で使うんだったらマキタブルーだったらちょっと保護色になって危ないかなと思って、うん、あえて赤選んだんですね。ああなるほどなるほど、うん、でも室内とかこういう割と生活の範囲内に向けたら調和が大事なのでオリーブカラーすごく映えるんですよ、うん、だから掃除機僕あのオリーブにしましたし。なるほどなるほど、あちゃんとそういうことをあれなんですね、うん、だからカラー変えるだけでもだいぶ、うん、なんでしょうねこの生活者モデル的には、うん、今までって結構その作業者向けとか、はい、園芸作業者向けみたいな感じのブランディングが強かったんですけど、うんはい、割と僕もこのリモートワークが増えてってからは生活に結構園芸が密接になったので、うん、やっぱその生活の中に調和するみたいなのが結構重要かなと思って、多分これカラー出したら売れるんじゃないですかね。確かに。これじゃあ牧田さんにカラーリング追加どうですかっていう、まあ、そんな感じですかね。そうですね、どうだろう、僕の一存でそういうのはどこなるもんじゃないと思うんですけど、はい、もしこの売り切れごめん状態のマキタブルーのハンディ層が届いたとして次オリーブ出たら、はい、オリーブも多分買います。なるほど、2つ目買います。なるほど、まあ、うちが特殊なんですけどね、はい、あのそっちも買いたい。なるほど。あとは可愛いカラーリングもちょっと僕は使わないですけどあのスタッフが使うんだったら多分そっちの方がモチベ上がるかなっていうところで、やっぱりあの、うん、すごい生産性高いと思うんですよこれ、うん、ハンディーソーだから、はい、前のミニチェーンソーの時も僕使おうと思ってる時に他の人使って使えないみたいなことあったんですけど、うん、これは2つあったらそれだけ生産性上がると思う、うん、なるほど。1日の時間の中の出来高的な感じで、うん、これでほとんどのことできちゃうんで。なるほど。じゃあちょっとまあそのあたりもあれですね、まあちょっと早く届いてほしいところですけれども、いや早く欲しいです早く欲しい。わかりました。じゃあちょっと今日はまあ物はないんだけれどもちょっと注文してあるっていうところと、まあまあそう予想とみたいなところで、はい、じゃあちょっとその辺も楽しみにまた待ちつつ、はいはい、また来たらちょっとそうですねちょっとレビューしてみましょうか。はい、じゃあちょっとその来たらまた使用感もまたよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございました。このチャンネルではちょうどいい地域暮らし体験というのをご紹介させていただきました。電動式工具を使った、まあ、ハイブリッドな反応体験だったりだとかクラフトワークだったりとか DIY とかそういったところですね、僕がプロフェッショナルというわけではないんですけれどもちょうどいいところ初めて体験できるような暮らしの紹介ということになっています。この黒崎ベースですけれども基本的にはゲストハウスという形で運営させていただいています。 Airbnb、LINE 公式アカウント、ホームページの方から予約を受けたまっていますので、まあ、興味のある方はぜひよろしくお願いします。では今回は、ご視聴いただきありがとうございました。